西欧同盟、西欧同盟、西欧同盟、WEU、ウエオは1948年に署名された冷戦期における西ヨーロッパ諸国の間における防衛に関する合意事項をうたったブリュッセル条約の実行を命としていた国際組織。冷戦終結以降、欧州連合がより広範な役割を果たすようになり、西欧同盟の使命や機関は欧州連合に移管されている。 2009年、西欧同盟の集団的自衛条項がこの年に発行したリスボン条約に引き継がれた。その結果、2010年3月31日にブリュッセル条約はその効力が停止され、西欧同盟の活動は2011年6月30日に正式に終了した。西欧同盟は10の加盟国、6の準加盟国、5のオブザーバ国、7の 協力パートナー国で構成されていた。2001年6月14日に当時の西欧同盟事務総長ハビエル・ソラナは西欧同盟の正規加盟国以外の参加国の地位変動の見通しはないと述べていた。1948年3月17日、イギリス、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、オランダはブリュッセル条約に署名した。ブリュッセル条約は 集団的自衛を目的とする条約で、経済、文化、社会における協調の促進も基としていた。欧州防衛共同体の設立が失敗したことで、1954年10月23日に、当時の西ドイツとイタリアが加わって、パリ協定により西欧同盟が設立された。パリ協定調印国は修正ブリュッセル条約の全文において、以下の三つの目的を謳った。 ブリュッセル条約による防衛に関する取り組みは西側同盟防衛機構という形で具現化された。ブリュッセル条約では文化的、社会的な条項があり、諮問会議の設置構想が含まれていた。この根底にあったのは西側諸国が協力して共産主義の拡大を食い止めようとすることでった。ブリュッセル条約は1954年10月23日の ロンドンパリ会議の総括としてパリで署名された議定書で修正され、西ドイツとイタリアの西側同盟への加盟が追加された。この修正によって西側同盟防衛機構は西欧同盟に解消したのである。もともとアムステルダム条約では欧州連合に独立した防衛能力を持たせ、ペーター・スベルク・タスクの中心とすることとしており、 西欧同盟はそのための重要な役割が与えられていた、その後状況が変動する。2000年11月13日、西欧同盟加盟国の閣僚らがマルセイユで会合を開き、共通外交、安全保障政策や欧州安全、保障防衛政策が強化されるという状況の下で、西欧同盟の能力や機能を欧州連合に移管させるということに合意した。 2002年1月1日には、西欧同盟の安全保障研究所や衛生センターが欧州連合に移管され、それぞれ欧州連合安全保障研究所、欧州連合衛生センターとされた。また、アムステルダム条約で西欧同盟に与えられた役割はニース条約で除去された。リスボン条約では欧州連合と北大西洋条約機構を、 ベルリンプラス協定を含む及び西欧同盟と協力のための条項が含まれていた。ところが、ブリュッセル条約第4条の防衛に関する責任については包含されていなかった。リスボン条約によって修正された欧州連合条約の第42条第7項で防衛に関する責任は欧州連合の枠組みに組み入れられることとなった。 西欧同盟の欧州連合への統合の動きには以下のものが挙げられる。これらの遺憾に伴い、西欧同盟の活動を監督する立場にあった、議員総会は欧州連合の政策に関与できないため、解散を余儀なくされることとなった。ところが、議員総会は、自らが重要な役割を果たしてきたとしており、特に監督権限、参加国、 防衛政策における経験や知見については大きなものがあったとしていた。そのため、議員総会は、暫定欧州安全保障防衛政策会議となお、改め、基本条約の基礎を担う協議会に対して、自らを欧州連合の枠組みにおける第二の議会組織とするよう主張した。議員総会は、欧州安全保障防衛政策を効率的に監督でき、欧州連合と、きた。 大西洋条約機構の関係を向上させることができるとし、また、欧州安全保障防衛政策の政府間主義的な性格には、加盟国会の議員で構成される自らが適切であると主張していた。しかしながら、欧州憲法条約、あるいはリスボン条約では、外交を担う役職が二つあったものを統合するなどの欧州連合の外交政策を合理化。 簡素化することが基とされており、そのため、共通外交、安全保障政策に関する政策の決定でその過程を重複させることは懸命ではなく、実際には欧州議会による外交政策への監視を強化することとなっていた。2009年、西欧同盟の集団的自衛条項は、リスボン条約によって欧州連合に引き継がれた。 リスボン条約後の西欧同盟の活動については廃止を含めた議論が重ねられてきた。2010年3月30日にイギリス外務政務次官クリス・ブライアンとは声明文書でイギリスは1年以内に西欧同盟から脱退すると発表した。またその翌日にはドイツ外務省もドイツの修正ブリュッセル条約からの脱退の意思を明らかにした。さらに 当時議長国であるスペインも修正ブリュッセル条約、締結10カ国を代表して、締結国が条約からの脱退を決定し、2011年6月までに組織としての西欧同盟を廃止すると発表した。さらに西欧同盟の活動も2011年6月30日に終了した。西欧同盟の本部はブリュッセルに置かれ、職員数は65。 年間1340万ユーロの予算規模を有していた。また、理事会と議員総会という機関が設置されていた。西欧同盟は大使級の常設代表者会議の補佐を受ける閣僚を理事会が統率していた。また、ブリュッセル条約における社会的、文化的活動については、ヨーロッパでの役割の重複を回避するため、欧州評議会に任せることとなった。 欧州評議会の議員総会と同じ西欧同盟加盟国の議員団で構成される議員会議は理事会の活動を監督するが理事会に対して義務を負っていなかった。そのため西欧同盟の議員会議は諮問的機関であった。西欧装備グループは1976年に欧州装備機関の創設の目的として設置された会議体であった。二千年にはオーストリア、 ベルギー、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、トルコ、イギリスが参加していたが、2005年5月23日に消滅した。西欧装備機構は装備機関としてとされていたが、その活動は防衛研究や、 技術提供などの研究部門に限りされていた。1996年に設置され、2006年8月に消滅した。これらの組織は欧州防衛機関に引き継がれている。この他にも安全保障研究所や衛生センターが欧州連合に移管されている。1995年5月15日、西欧同盟の閣僚理事会がリスボンで開かれた。 欧州即応部隊の設置に関する宣言がフランス、イタリア、スペイン、ポルトガルによって発せられ、欧州即応部隊は1998年6月に西欧同盟の機動部隊として任務を開始した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。